宇都宮朝綱は平安時代末期から鎌倉時代前期にかけての武将。鳥羽院武者所、白河院北面武士。藤原西武宇都宮市三代当主。宇都宮三郎とも綱。八田修綱の子。大番役で上落し鳥羽院武者所、五白河院北面を務め、西門の城に任官される。この間、京女の第五局を室と子祖の間に、着男、行綱が生まれる。 自称4年8月、京に滞在中に、源の頼朝が、伊豆国で挙兵、関東を本拠地とする浅津名は、平の清盛に抑留される身となる。日立国で、藩頼朝の放火を挙げた、志田義弘に対し、頼朝は、小山智政に討伐を下じ、これにこうした弟の八田地家や、重帝の白井信夫が、討伐軍に参軍して、こう挙げた。 呪営元年9月19日、頼朝の着難、頼家誕生にあたり、畠山重忠や梶原景時等と、ごもり刀及び馬二百余頭を献上する。元略元年5月24日、友綱は、平家の家人、平貞義の取りなしで帰国を許されて、頼朝に従い、本領安土の上伊賀国水野へ行の里の児童に、任じられた。 同年11月14日、平氏追悼の孔で、佐々木森綱等と共に最国に所領を賜る。元略2年7月7日、平家一門の宮高地後に、行方不明になっていた、平貞義が頼朝への除名を求めて、突如、友綱のもとを訪れたため、友綱が頼朝を説得して、貞義の身柄を預かることとなる。文治元年10月24日、 カチ寿院の落景供養に参列する。アズ鏡の記述には、5位6位の参列者32人の、うちの一人として、友綱の名がある。文治5年7月の欧州合戦で友綱は、弱子、成綱、宇都宮一門並びに、ききよし両党と共に参陣して、功績を挙げ、頼朝から、万道一の読み取りと称賛された。この欧州攻めの往路で、頼り軍は、 宇都宮に立ち寄り宇都宮社に戦勝を祈願した。これにより戦勝を収めたキロ、再び宇都宮に立ち寄り、戦勝の例として宇都宮社職には、荘園と囚人のひず末平を捧げじたことが、あずまに見える。研究元年11月には、頼朝の上落にも従った。研究3年に、着難、行綱が要請すると、友綱は出家して、 マシコの上大場にオハデラを混流した。研究4年4月2日、頼朝がナスのに狩りに出た際、小山智政、まさ、八田地下と共に千人の瀬子を献上する。研究5年5月に、下野守、野呂ゆきふさから百長の公帝を横領したと朝廷に訴えられる。同年6月28日、頼朝より東大寺改修の女性を拝命し、観音の改修を受け持つ。 7月28日、中納言、一条義康より飛脚があり、友綱の罪が確定し、土佐国にへの入るが申し渡される。これに連座して、孫の頼綱及び友成もそれぞれ文語国及び、巣王国に入るとなる。また、定常の源の始め及び、江門中、都島友綱も、落中から追放となった。年後の年に罪を許されて、土佐国から、 マシコ上大場オバに戻るまで、幕府には、重廷のところの部府が出資した。帰国した友綱は、入る先であった、土佐国の鴨神社を勘定して綱神社を混流余生をこの地で送り、元旧元年8月6日、83歳で死去した。ありがとうございます。